よろしくお願いいたします。千里の竹あかりは吹田市教育委員会青山台中学校区地域教育協議会の教材、特定非営利活動法人吹田環境学習協会の協力により開催しており、吹田市を代表する竹に対する理解を深めとともに、千里の竹林の保全意識の普及啓発を図ることを目的としたイベントです。今年は会場内に約3000本もの竹筒を配置しています。また竹あかり会場の終盤には、特定非営利活動法人吹田環境学習協会の方が竹のモニュメントを展示しております。そして青山台中学校の生徒さんがドラえもんやトトロの竹ひご作品も展示していますので、合わせてご覧ください。それでは千里の竹あかりの開催にあたり、主催者の代表として青山台中学校区地域教育協議会の横山会長からご挨拶いただきます。青山台中学校協議会